ニュースマグビです。眞子さまと佳子さまの間ですれ違いが生じているとの証言です。宮内庁関係者は、佳子さまはあれほど仲が良かった姉の眞子さまとおしゃべりする気持ちにもなれない状態だそうですとコメント。眞子さまと小室圭さんの一連の結婚騒動によって、佳子さまは家庭でも学校でも世間でも居心地が悪く滅入っているようですとも証言しています。将来的に考えられる佳子さまご自身の恋にも影響があるのは必至の状態で、心を痛められているのではないかと見られています。渡辺謙さんの再婚の噂が持ち上がっています。21歳年下のジュエリーデザイナーとの不倫が原因で、今年5月に南果歩さんと離婚した渡辺さん。スポーツ記者によると、女性との交際は続いているようですとのこと。渡辺さんの行く先にはどこへでもついていき、あちこちで一緒にいる姿が目撃されているようです。南さんの知人は、南さんは内心複雑な心境だと思います。南さん、自宅の表札にまだ渡辺と掲げたままですからとコメントしています。岡田准一さんと宮崎葵さんの新居の完成が遅れています。近隣住民によると、新居の設計があまりに斬新で複雑、ベテランの工事業者も手をつけてみたものの、どう作業を進めていいのかわからないとぼやいていましたとのこと。細かい設計の変更も多く、あと半年はかかると言われているそうです。費用は土地建物合わせて5億円とも報じられています。2人のこだわりの新居、9月に生まれた男の子を交えた家族の新生活はいつから始まるでしょうか。雑誌のニュースを動画でチェック、ニュースマグビ。